アズマリューキョウは、モンゴル国ウランバートル市出身で、タマノイベア所属の現役大相撲力士。本名は、サンデイジャブトドビレグ。身長192センチメートル、体重157キログラム、血液型は B 型。最高位は、東前頭14枚目。右四つの相撲を得意としており、頻繁に上手投げで白星を奪い取るのが、取り口の特徴である。 尊敬する力士は、元大関、海王。モンゴルでスカウトを受けたため、2003年11月に15歳で、明徳義塾高校に相撲留学。2006年に、九州情報大学へ進学し、2年生で、全国学生個人体重別編集権大会、無差別級で3位に入賞している。2008年9月に大学を3年次で、中途大学し、 同年6月に体験入門していた玉ノ井部屋へ、正式に入門し、同年11月場所前の新弟子検査を受験する。折しも各界が、大相撲力士大魔問題に見舞われた直後の時期であったが、そ,それまでは、外国人力士も新弟子検査に合格した場所で、初土俵を踏んでいたが、この場所の検査からは工業ビザの取得と、力士教育を済ませてから、 初土俵を踏むように変更されたため、同じモンゴル出身の高野岩と共に、初土俵は2009年1月場所となった。2009年1月場所初土俵の同期生は他に、宝富士、甲府、伊佐尾昌龍らがいる。初めて三段目に昇格した2009年9月場所は7戦前勝と、死、優勝同点。初土俵から1年足らずの欲。 11月場所で幕下に昇進して、以降は幕下に定着し、2011年9月場所では、関取昇進の可能性があるとされる、幕下15枚目以内に、初めて昇格。2012年11月場所では、西幕下非等で6勝1敗の好成績で、場所後の番付編成会議で、翌2013年1月場所での新十両昇進が決まった。 新十両発表を受けた2012年11月28日は母親の命日であり、明徳義塾高校2年生の時に母親が死去した時には、聞いた時は涙も出ないくらい信じられなかったと言い,い、命日からちょうど8年で念願の関取の座を掴んで母親の供養を果たした格好となった。新十両発表に際して海王関のような相撲を取りたいと話した。 新十両の場所は勝ち越し、2場所目の同年、3月場所は12勝3敗の好成績。極州法との優勝決定戦に敗れたため十両、優勝はできなかったが、続く5月場所で新入幕。モンゴルからの新入幕は、2012年1月場所の極州法以来17人目。翌、5月場所ではかねてよりの弱点である攻めの甘さと、あっさり土俵を割る点が露呈し、 6勝9敗の負け越し。その後2014年1月場所に西十量3枚目で10勝5敗の好成績を残したことで、翌3月場所には再入幕を果たし、自己最高位を東前頭14枚目まで更新する。2013年5月場所以来5場所ぶりの幕内復帰。その場所は9日目まで5勝4敗だったが、14日目に負け越しが決定し、 最終的には6勝9敗。西関分けだったこと欧州が場所中に引退し、翌場所は幕尻が東全島17枚目になることから、幕内残留はほぼ確実だった。しかし、西十両4枚目で8勝7敗だった佐田の海が新入幕を果たしたため、翌5月場所は十両に陥落。 一場所で幕内に復帰するも、その場所十四日目の一の乗戦で右膝を負傷してしまい、千秋楽は地震初の休場を余儀なくされた。続く九月場所の全休を経て、重量階に落ちた同年、十一月場所で復帰するも、二場所連続で負け越して2015年三月場所では、幕下に陥落した。幕下転落二場所目の同年、五月場所で一年ぶりの勝ち越しを果たし、 同年、9月場所では、東幕下2枚目で、7番目では幕下で、唯一6連勝としていた佐藤を破って6勝1敗8人による優勝決定戦に進出。トーナメント形式の準決勝で、千代翔馬に敗れて、幕下優勝とはならなかったが、続く11月場所では重量に復帰した。しばらく重量注意から回にあったが、2016年、 5月場所20勝5敗の成績を上げると、翌、7月場所は、再入幕の気が得る西十両筆頭の地位を得た。この場所は13日目に勝ち越しに大手をかけたが、14日目から2番連続で、休筋相撲を落として7勝8敗の負け越し。続く9月場所も6勝9敗の負け越し。それからは重量上位と中位を占い。 2017年5月場所は西十両5枚の地位を与えられ8勝7敗。7月場所はやや幸運で2枚半上昇の東十両3枚目。10月8日の秋巡業富士場所では十両の申し合いで9番相撲を取った。その後も十両での土俵が続いていたが、2019年3月場所から3場所連続で勝ち越し、同年。 9月場所において30場所ぶりの再入幕を果たした。再入幕にかかった所要場所数としては、里山の37場所に次いで、史上2位の記録となる。西前頭15枚目で迎えた、同場所では6勝9敗と負け越し、十両への陥落となった。続く11月場所は東十両筆頭で迎え、11勝4敗で、勢い、海星、霧馬山と並び、 4人による優勝決定戦に進出した。決定戦では、勢い、海星の順に破り自身初の格段優勝となる重量優勝を果たした。5度目の入幕となった2020年1月場所からは2、場所連続で幕内に在位したが、勝ち越しは果たせず、5月場所で重量に陥落。2020年9月10日、所属する玉野イベヤで2019。 新型コロナウイルスの集団感染が判明した。アズマリゅは感染していないが、所属力士28人中19人の感染が判明したことから、玉の井ベア所属力士は全員9月場所を休場することと指定期間の間の外出禁止が決定された。2021年4月19日、日本相撲協会はアズマリゅが新型コロナウイルスに感染したと発表した。同日、 発熱があり、抗原検査で陽性が判明し、自宅隔離となった。同月29日に東京都内の病院を退院した。師匠の14代玉の井は、5月場所の出場の可否について、状態を見て、本人と話します。できる限り出場する方向ですが、調整不足の面もあるので、様子を見ますと話している。2021年5月場所終了現在、 ありがとうございます。